ました。けますクッキング。今日やる料理はね、またしてもね、冷蔵庫の中にね、またいろんなね、野菜がね、適当に余っちゃったんですよ。なんでね、今日はこの在庫処理っていう感じで、今日はもうカレー作ります。適当に、ちゃちゃちゃってできる簡単なやつやりますね。じゃあ早速やっていきたいと思います。調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。今日はね、もうカレーなんで、ちょっとね、ご飯ないんで、これ、まず、とりあえずご飯はこれで代用しますね。で、あと、これ、豚のひき肉がね、大体 200g ぐらい余ってんだよね。で、あと、ピーマンが1個、玉ねぎが1/4、あと、ナスが2本と、人参もこんだけちょっとだけ余ってんでね。で、あと、もやしが半分。で、あと、なんかね、カレーだから最後まとめの位置と、目玉焼き作るんで、これ卵1個ね。じゃあこれでね、このなんか余った材料で適当にカレー作ります。はい、よし、今日はね、在庫処理カレーですよ。なんとね、カレー粉も中途半端にこれ半分ぐらい残ってるのあったからね、ちょうどよかった。じゃあ早速やっていきたいと思います。よっしゃ、まあね、ご飯はまあ適当なところでレンチンかけて熱々で食べますね。よし、じゃあ早速やっていきますか。もうね、とにかく毎日いろいろやっていくと、どんどんちょっとずついろんなのが残っちゃうんですよね。で、こんなもう玉ねぎなんかもこんな感じでいいでしょう。で、あと人参もね、これだけ。こんなんもこう適当で。で、今日は速攻料理だから全部ある程度細麺切りますね。で、じゃがいもとかね、ないんで、もう本当にシャシャシャーってやる感じで、作っちゃいます。はい、こんな感じでね。ピーマンなんかもうカレーの時は種も入れても大丈夫なんですけどね。まあ、とりあえずそこはお好きにね。で、こんな感じで全部同じ感じで。で、まあ、ナスもね。よいしょ。よし、こんな感じで。ナスなんかもね、まあ、4本、5本で売ってるから、これ2本とか適当に余っちゃうんですよね。ちょっとずつ、で、これ今日はもう全部細切り。はい、こんな感じで。よし。はい、こんな感じで。はい。材料を切りました。あと、まあ、もやしもね、もやしもカレーってどうなのかなと思うけど、まあ、一応入れてみます。はい、じゃあ、これでやっていきたいと思います。よし、じゃあね、ちゃちゃっとやっていきたいと思います。はい、じゃあ、早速やっていきましょう。はい、まず、油大さじ1杯。はい。はい、そしたらね、ひき肉ちゃんもまずパン入れて、よいしょ。いやー、もうほんと料理やっていくとね、ほんとちょっとずつお野菜余ったりね、ほんの少しひき肉余ったりいろいろあるから、いつも定期的にね、なんか在庫処理的な料理やってますけど、今日はもう至って簡単にカレーです。さあ、そしたら今日はもう速攻料理なんで、にんにくと生姜もチューブ使います。これ大体まあ小さじ1杯分ぐらい、にんにく、生姜ね、しょうがねえな、こうやってね。はい、ね、こんな感じでひき肉に火が通ったところで、あー、にんにく生姜のめちゃめちゃいい香り、あー、いいね、いい感じで香ってきたね。はいはい、はい、そしたら、はい、なすちゃん、こんな感じで、まあもやしはまあ火がすぐ通るからね、後でいいんじゃないかなと思いますけどね。こんな感じで。手がなんとなくもやし入れない方がいいような気もするな、この感じだと。もやしだけなんかちょっとミスマッチな気がするな。やっぱりもやしはちょっとなんとなくフィーリング合わないんで、今回はやめときます。これ半分残ってるけど、これまた別の料理にやりますね。まあ料理はフィーリングが大事ですからね。まあ料理はフィーリングが大事ですからね。よし、はい、こんな感じでしっかり炒めていきます。おい、こんな感じで全体に油が回ってね、ナスなんかも薄いんで、もうすぐ火が通って、もうね、くたんとなってきます。はい、そしたらね、味付け、はい、まずね、お水をこう 100cc ピョーンと入れて、これがね、またちょうどジャガカレーが余ってたんで、これ使っちゃいますね。とりあえずこれ2つで多分大丈夫だな。2つでとりあえず入れてみます。はい、まあなんせ1人前ですからね。まあ1人前っていうかだいぶ多いけど、2人前取れるけど、まあ僕はまあ1人で食べちゃうと思うけどね。まあまあ一人前からたくさん食べる人は一人前、あとは普通にちょっと女性とかちょっと小食だったら2人前ぐらいの感覚ですかね、これだと。はい、でこれはカレー粉溶けるのを待ちます。そしたらね、こっちのちょっとちっちゃいフライパンで同時に目玉焼き焼いていきましょう。こんな感じでね、目玉焼き焼くときはなんとなくいつも言ってるけど、少し僕油多めで焼くのが好きなんですよ。この白身がね少し焦げた感じが大好きなんで、はい、そしたらこんな感じでピョーンとね、はい、さあそしたら塩コショウで少し味整えて、はい、よいしょ。でこれでこっちはじっくり焼いていきましょう。その間こっちね、よいしょ、どうかな、だいぶカレーがちょっと溶けてきて、よいしょ、もうちょい水分入れようか。でまああと 100cc 入れて、これでカレー粉がしっかり溶けて、ね、少し詰まればもういい感じじゃないですかね。じゃあね、もうこのくらいになったらちょっとレンチンしてご飯温めておきましょう。いい感じじゃないですか。もう最高美味しそう。そしたらちょっとね、味見てみます。失礼して、味見ます。バッチリだな、これ。なんか特にいじらなくてもいい感じの味になった。まあじゃあもうね、これはもうこれでもう完成ですね。ちょうどいい感じにご飯も上がったんで、お腹空いてたからね、ポンポンと。はい、そちら、はい、できたてのなんだろうな、なんつったらいいの、これナスカレーっていうかな。よいしょと。この時点でもう美味しそうだね。はい、そしたら、はいはい、天下の方と目玉焼き、はい、ぴょんのっけて、はい、そしたらね、もう好きなね、おしんこなんか、今日はしば漬けちゃんなんかあったんで、こんな感じでのっけてあげて、よし、いい感じじゃない。はい、こんな感じで完成しました。ケンマス式超簡単、ナスカレーの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこんな感じだよ。どうですか。冷蔵庫の余りもんでちゃちゃちゃって作った割にはいい出来ですよね。美味しそう。じゃあ早速これを食べる前に、はい、いつも通りチワホイトン、皆さんお疲れ様でした。乾杯。美味しい。もう無理しなしってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。おいただきます。これだよ、いただきます。熱いからね、気をつけて。じゃあそしたらこれですよね、卵をこうピョーンとね。うわーこれがまたたまんないですよね。いただきます。いやー、もうこれはもうめちゃめちゃ美味しいということでね、もう最高ですよ。なんていうのかな、こうやっぱりひき肉だから、まあ、何入れても美味しいんだけど、ナスが正解でしたね。ぶっちゃけ何の野菜でもこれ美味しいと思うんですけど、ナスが非常に相性いいですね、この味には。このひき肉とね、このトロトロのナスと、でこのピーマンと玉ねぎとか人参の食感がまたね、めちゃめちゃハマってんですよね。いただきます。次ね、いやー、ほんとバランスがいい。これね、いや、まあ、もやし入れてもまあいい感じになるけど、ちょっと水っぽくなるんで入れなくて正解だったと思う。青カレーっていうあれも良かったですね。多分これバーモンドカレーとかああいう甘口よりかは、このジャワカレーのこの味が合ってますね。今日のこの食材のチョイスだとすごいバランスいいんだけど、美味しい。この目玉焼きがやっぱり1個乗っかるだけでもう完全にもうビシッと決まりますね。味のメリハリも出るし、黄身のまったりもねすごくいいし、白身のね少し焦げたところあったりがまた香りが良くてね、やっぱこの目玉焼き1個でだいぶこう全然違いますね。ということでね、今日はもうお腹も空いてたし、冷蔵庫の中にいろんなのが余ってたんでちゃちゃっと作っちゃった割にはいいのができましたってことでね、今日のこの簡単料理、たまにはねその冷蔵庫を掃除しなきゃいけないってことで冷蔵庫の余り物を使った超簡単、ナス主体になったらね、ナスの、キーマカレー、はい大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。